皆さんおはようございます西良平ですで今日が1月9日火曜日ということで、えー、連休も終わって新しい週の始まりですね皆さん今日も気合入れてやっていきましょうってことなんですけども。 1>, えっと、1月7日の人日のタイミングでお正月の飾りを片付けてもいいのでしょうかっていう話があったんですけども大丈夫ですはいただ九州地方とか関東の方とかでちょっとずつ差があります、えっと、7日以降で片付けてもいいってことなので遅くても別に何の問題もありませんなので今のタイミングで片付ける方は片付けて大丈夫ですし、えー、関東の方とかに行くと、えっと、1月15日までで、えー、飾ってるところもあったりするのでまあタイミングで地方ごとのタイミングでこればっかりはね遅いからといって悪いことがあったりってことはないので、えー ご家庭のね、ご都合で、タイミングを見た上で片付けるようにしてくださいっていうことと、1月11日が鏡開きです。っていうことは、えっと、お正月の間に飾った、あの、お餅ですね。お餅を食べる日なので、1月11日にお餅を食べるってことを覚えておいてくださいねっていうことと、今はファスティング、今日が最終日ですね。はい、5日目になります。はい。まあ、はい、幸せな時間です <laughs>。 1>, <laughs> あの1日目と2日目が本当にきつかったなってでもそんなにきつくなかったですねあの慣れてくるとねあの頭の回転がバーッと良くなってくるのもそうですしすごく幸せな気持ちになります穏やかな気持ちになっていくんですよねだからこれ本当ねいいと思いますなんですけどもあのコースドリンク何飲んでるんですかっていう質問があったんですけどもあのコースドリンクはですね普通で買うとめっちゃ高いんですよ1万5千円とかなんぼとかってそれをねファスティング僕の場合 断食5日間やるので3本とか飲んじゃうんです。飲まなくちゃいけなくなるんですけども。今回ちょっと試しでやろうと思ったのはえっとあれです。手作り酵素ドリンク簡単に作れます。ネットで調べてみてください。僕はうちのお店のところにあのレモンとか甘夏とかを作ってるので、それをちょっと。 夏の間に取ったやつをあのみじん切りにして漬け込んでその上であのコースドリンクを作って今回これで試してみようと思ったら全然大丈夫でしたねただ一つはねあのミネラルが不足するのであのマグネシウムあのマグネシウムって言うとなんか難しく考えますけども あのあれです、ねあのー、豆腐とか売ってるところに置いてあるにがりあれをねちょっとねお水の中に混ぜて飲んだりするっていう風にやっても全然問題ないと思いますので、えー、もし、まあ、興味がある人はっていったらネットで調べたら色々出てますので色々試してみてやっていいと思いますが今回お試し期間で僕はちょっと手作り酵素ドリンクでやってみようと思ったのでやってみても全然調子よかったし。 ガッと体重も減りましたね、はいえー、この最終日で何キロになるのかっていうのは明日発表しようと思いますけどもそんな感じで国際筋はですね一、えっとまあ、日10分の習慣で運勢を変えていこうということで一、えー、日 100%24 時間を100%するならば10分っていうのは0.7%これを意識を向けて何かをするっていうことにやってみましょうっていうことで昨日は運動をやりましょうって言ったんですよねで運動、まあ、これは運を動かすってことでもう前々から何度も言ってますけども運を動かす筋トレねその上でちょっとジョギングするとか っていうのもいいと思うんですが、まあ、苦手な人多いとは思うんですけども昨日はねあのまあすごく活発な一泊水星と視力木星の人おすすめあとアグレッシブな美の星を持っている九歯火星もおすすめって言ったんですがもう一個言うと必接金星の人もいいと思いますっていうのも必接金星の人は楽しいこと大好きなので あのダンスとととかかをやっってていいと思いいい思ますよ YouTube とかででぱい出てるのでエクササイズダンスみたいな感じで楽しくやれれば続けられるのが必石禁制なので、まあ、10分ですもう15分20分やるんじゃなくて10分やったらタイマー決めてサッとやめるっていう感じでやっててそれ以上続きそうならやってみてもいいと思うんですよなのでそれをちょっと習慣にすることで運が動くことで運勢を変えていくってことで昨日はねちょっと必石禁制ダンスも良かったなって思ってあのお話をさせていただきましたけど今日は えー、1日10分のおすすめやっっぱりこれでしょてもう読書僕は勉強ができなかった多分本を読めって、えー、いろんなね先生師匠にも言われましたしってことで本を読むようになってやっぱね変わっていくんですけどもまあこれね本を一冊読もうと思うとハードル高くてなんかどうしてもって思っちゃうんですよね。だだからあの目次だけ そして一章だけとか一項目だけっていう感じで10分っていう時間をね、あの最初のうちはね、守っていいと思います。読み始めてぼ、あの没頭し始めるとバーって読んじゃうっていうのもあったりするんですけども、ここでコツなのは続けていくこと、一冊読むことが問題な、あの目的ではないので続けることがあの目,目標なので10分だけ読んだら気になっても閉じておく。その上でその次の日にまた えまた気になるところから読み始めるっていう感じでやってってもいいと思うので10分の読書これはね人生だいぶ変わると思います、まあ、この話してると本当に思うのは午前3時の手帳の会って何度かお話しましたけどねあの午前3時の手帳の会って今世の中には毎日午前3時に集まって Zoom で集まっててあのみんなでねあの集まって一番最初にダンスするんですよ、ね、踊るんですその後1時間入ってあの切ってあと自分の好きなことやってねって言ってあとみんなでそのことをシェアするってすごいやっぱね 合理的ですよねまあ早起きが苦手な人もいらっしゃるので、えー、もしね興味があるなら是非参加してみてもいいとは思うんですけども「まあ、午前3時の手帳の会」理にかなってるなと思いますけども読書最近はね読書をやってくれてるみたいでその読書も僕の本をね一緒にみんなで音読してくれてるって言ってるのでちゃんとした本格は3月まで楽しみにしといてくださいはいそんな感じで、えー、読書ですねまあこの読書おすすめなのはやっぱり。 一つは三匹木星ですね。今年の主人公、三匹木星の人。もともと三匹木星、頭の回転が速いんですけども、頭の回転が速いところに対してちゃんと知識を備え付けておく。ね。その知識を入れておいた上で、それを人に対して伝えるっていう能力もとっても高いんですよ。こら、いい情報を手に入れたなと思った上で、この情報を誰かに教えてあげようと思って教えてあげることによって誰かを喜ばせる。新しい知識を吸収する。誰かに伝えることができるから、なお頭の中に入っていくし、伝えることで誰かを喜ばせるから、さらに自分の運も良くなっていくっていう、いい連鎖が起きますし、 あとは想像能力豊かなのは近畿生の人つまり六白金星とかこれまた非正金星の人たち、まあ、これあの六白金星は特にね妄想続癖があるのですっごい想像する力が高いんですよだからなんかためになる本とかよりもえっ、ー、とんだろう映画とかなんだろうう,うんとなんかね最近だったらなんだったらあの漫画の中で出てくるような本とかでなん,なんか異世界の異世界ものとかっていうのを読んでみたりすると想像能力が働きます で何度も言いますけど自分の夢とか目標とかっていうもの自体をなりたい人間にしかならないよって言ってる中でなりたい人を細かくイメージすることがとっても重要なんですよそのイメージすることってすっごい難しいんですけどもこれがうまいのは六八金星うまいですあのもう想像できるのでそしてそれをイメージっていうものを本から学んでおく私がなりたいヒーロー主人公ヒロインとかっていうもの自体はしっかりと本の中でイメージしてあ この人きっとこんな時にこんな言葉を言ってるなってあこの言葉ってこんな感情で言ったんじゃないだろうかってことをしっかりとイメージするってことを落とし込むとこれはまだ運を開けるし自分の夢目標に近づいていくっていうのは100%ありますその上で、まあ、必接近性っていったのも想像能力豊かですねまあ天性の、えー、アイドルなので、えー、アイドル広あのー、何だろうアイドル越しですねなので、まあ、そのハッピーエンドねこの前は映画の話でしましたけどもハッピーエンドの本とかを読んでおくてあ自分の気持ちが前向きになったりするっていうのでこれを10分続けるってこともそうですしあと他でもみんな みんな読書はね是非ともおすすめなんですけども僕もね最初はね5分とか読みたい項目だけ読むとかっていう風でやっていったらだん,だん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 続いていきますね結局この人何が言いたかったんだろうと思っていくと全部本を読んでいけるようになったりするのでそれもおすすめですし、えー、やっぱり時国,国土性これ僕ですね時国土性の人ってのは古いものにねあの 古い習慣とかしきたりとかって、いうのをとっても礼儀礼節とかもとっても大切にするので、歴史書とかっていうもの自体を地獄土星の人は読んだりすると、自分がね、歴史の武将がなぜこんな偉業を達成できたのかって、白駒仁み先生からもいっぱいいろんな話を聞かせていただいてますけども、運が強い人たちは100年前も今の現代であろうともう変わらない、変わらない共通点があるんですよ。それをね、学ぼうと思ったら、歴史書を見たときに、 この偉人は何でこんなことができたのかなって思った時にその経緯を見ていくとここれれっっててて自分の人生にもちゃんとと当てはめられるなっていうことを気づけます歴史の本を読んでいくことで学べることってたくさんあるのでそういったものに触れる力ってそれが自分のラッキーアイテムにもなったりするのは自国同性だったりしますけどももちろん何でも言いますけども読書は1泊彗星から九子か星までみんな必要なんですけどもまあ ちょっとね、ある程度意識を変えたら誰でも当てはまることだったりするんですけども、まあ、そういう風に考えると「自国土星」は歴史の本に触れる、ね、六泊七石の人たちは創造能力っていうのがすごく豊かなのでそれをさらに鍛えるためにもちょっとしたねなんか 映画とかドラマの本だったりとかイメージできやすいものから触れてくる異世界のものとかねそういったものを触れてみるしその3匹木星の人は知識を吸収する頭の回転も早いですなのでそれを頭の中に入れるそれをさらに落とし込むために人に伝えるっていう能力もあるのもこれ3匹木星の人なのでいい知識勉強したなと思ったらその知識誰かに伝えてあげることによって誰かを喜ばせることで自分の運も良くなるしさらに頭の中に知識が入っていくっていういい流れが出来上がりますのでこれは1日10分のおすすめって言ったら自分の人生を変える十分の習慣の変え方 っってていいうななら読書ぜひともおおすすすめなのでで、えー、試しくださいっていう感じですかねはいそんな感じで、えー、今日は読書の話で明日はまたちょっとね、えー、この思い,いんじゃないか僕は来今年ちょっとチャレンジしたいと思ってることがあるので明日はねそのまたちょっと、えー、その話をしようかと思いますので皆さんもぜひともいつから始めてもいいですいつから始めてもいいんですよ、あのー、1月7日とか1月1日っていうタイミングは確かに良かったんですけどもそれこそ,そ次にやってくるのが1月11日の鏡開き これ奇数の数字が揃ってるタイミングなので、こういうタイミングでもね、何かしら始めてみても、で、始めた日がね、吉日なんです。よし、今日から運勢変えるぞと思ったら、習慣を変える。その習慣もいきなりハードルが高いものじゃなくて、よし、1日10分だけやってみようってことを意識した上でやっていくことで、必ず変わります。重要なことは続けることです。はい、っていうことを意識した上で、今日から新しい週の始まりですので、気合でやっていきましょう。はい、僕は、明日はご飯食べれるぞ <laughs> はい、そんな感じで、ちょっと。 気持ちよくてあはいあう、ねはい、ではな感じですということで、今日も元気よく皆様を見送ってい,こうと思いますでは行きます。いきますせ,せーのよよっっしゃとということで今日も元気よくいってかし